アントニオ・ゴンサレス・ベラスケスはスペインの画家であるマドリードで生まれた。父親はアンダルシア出身の彫刻家パブロ・ゴンサレス・ベラスケスで1702年からマドリードで働いた。兄に画家のルイス・ゴンサレス・ベラスケスと建築家のアレハンドロ・ゴンサレス・ベラスケスがいる。王立サンフェルナンド美術アカデミーで学び始め、 1747年にアカデミーから奨学金を得てローマに留学した。ロココキの画家、コンラード・ジア・キントに学び、1748年にジア・キントに指導されてローマのサンティッシマトリニタ・デリスパニョーリ教会の壁画を制作するなどして評価された。1752年にスペインに帰国するとサラゴサの聖母・ピラール教会の施設の壁画の制作を 建築家のベンチュラ・ロドリゲスから依頼された。1757年に、フェルナンド6世の宮廷画家に任じられ、兄のルイスと王宮の装飾画の仕事をした。1765年に、王立アカデミーの校長になり、修正その仕事を続けた。教えた学生には、マリアーノ・サルバドール・マエラらがいて、後に、マエラは、アントニオ・ゴンサレス・スベラスケスの娘と結婚した。 息子のザカリアスゴンサレスベラスケスも画家になった。ありがとうございます。